こんにちは、ベンジです。ゼロ、月はみの仮面の続きをやっていきます。前回ね、セーブする直前にこの上に浮遊霊出たんですけど、まあ取っておきました。なんか笑ってる少女でしたね。で、麻生国彦記念室だね。麻生記念室だった。まどかの病室の鍵が閉まってて、それのヒントが、本がいっぱいある部屋だったんで、ここが空いてるはず。空いてる。ナイス。はい。じゃあ、前回空いてなかったの何だったんだよ。なんかあるよ。あ、なんかいっぱいあるね。圧はね、あんまり使えないんだよな。この、除霊能力はなくて、霊を遠ざけるっていうだけなんで、まあ何もないよりマシくらいのもんですね。すぐ使わなくなります。本だ。あ、違う。赤ね。圧なしで使わない。お、国彦？敵だ。お、惜しい。狭いとこで戦いたくないもん。どうなの？鏡に映ってなかったよ。映ってねえか。来いや。よいしょ、顔を返してくれって言ったな。ほら、ほら、えい、スリップも撃破。あ、死んでないか。何これ、ピコピコ言ってるけど何。今、うわぁ、これで死んだな。今のピコピコ何？危ないよってことか。Wリモコン振れば、あれかな？避けるができたのかな？もしかしたら。どこ調べてたか分かんなくなったじゃん、ちょっと。国彦。よいしょ。払い好きの鍵。これは、まどかの部屋の鍵。知ってる。顔映ってるよね、ちゃんと。なんか息が荒かったけど、霊と戦ったからかな。顔は何もないかな。名前が付けられてる。あ、のラクダ。お、冬。面の前に立つ女。ラスボスくせえな。顔が見えなかったか今。あれ、ここなんもなかったはずなの。黒い面のかけら左目。面に関する資料のようだ。あ、麻生国彦じゃん。この島では月食の日に神楽が行われる。月食の日には全ての生きた人の心が死の側へと傾き、死者の魂が黄泉からやってくるとされる。島では月が魂を示すものであるため、月食は魂が蝕まれると考えられていたんだろう。かつてこの島の神楽にて月はみの面という面が使われたことがあったと文献のようだ。非常に古く、また断片的な文献であったが、それは島に、無垢の日という災厄をもたらした黒い面だという。島の長にも尋ねてみたが、ひどく怯えた表情で、そのようなものはなかったというのみであった。島ではその面は触れてはならぬ禁忌なのだろう。
たとえ危険であるにせよ、ぜひ一度この目で見て調べてみたかった。もしかしたら異界へとつながる強力な手がかりとなったかもしれない。ほんと異界好きね、麻生先生。いや、だからしてんよ。いい加減しろよ。誰してんだよ。一応、なんかないかだけ。ないね。んじゃあ、窓か部屋まで行きましょうか。途中なんかあったら、やりますけど。お、なんか来たよ。あー、取れてない。え？前取ったやつだな。あ、よし。見下ろしてる少女。ここで誰か突き落としたのか。今のは私、あ、違うか。今のは私見たことがあるか。昔ここで。あやこくせえよな。あやこが誰かを突き落としたんだな、さては。乱暴だって言ってたからな。うわ、また鳴ってる。窓か。今行くから待ってなよ。待ちきれなかったのか。はいはい、今出ますよ。あ、敵だ。あ、失敗。うわ、ボタンをまだ覚えれてない。来い。はい。はい。おいや。よいしょ。邪魔だ。あ、違う。あやこだ。あやこって見える。え？苗字のとこ黒く塗りつぶされてた。じゃあ、苗字に何か、苗字を知ると何かあるんだな、さては。すぐ一番手前の部屋だったよね。ここかな。はい、窓かいてくれ。いるかな。いないんじゃない。窓かの日記、かなり時間が経ってる。じゃあ昔のか。8月9日夜、お休みの時間なのに眠れないととても怖くなります。それは真っ暗な時に窓に私の顔が映ってしまうからです。顔が窓に映ると顔がぐにゃっとします。お目目もぐにゃ、鼻も、お鼻もぐにゃ、お口もぐにゃ、頭の中もぐにゃっとなって、あやこちゃんのこととかなくしたいのに大事なところがなくなります。だから今日はよく眠れるといいと思います。ああ、あやこにいじめられてたのか。美咲じゃないのか。美咲もいじめそうだけどね。違うんだ。おお、強いフィルム。窓かどこ行った。あ、引き出しの中もあるよ。窓かへの手紙。誰から。まどかちゃんへ、お元気ですか？この前あげたカナリアの名前は決まりましたか？いつも一人にしてごめんね。お母さんはまどかのことをいつも考えているよ。お母さんからか。カナリア。クレヨンを持っていくね。まどかは絵を描くことが好きだからきっと喜んでくれると思います。先生も好きなことをすると病気に良いと言っていました。たくさんお絵描きしてね。いろいろなことを忘れちゃうのはとっても怖いと思うけど、まどかは月森の女の子だから、お月様が守ってくれています。何それ、月盛りの女の子。だから心配いらないよ。灰原先生の言うことをちゃんと聞いて、いい子にしていてね。またすぐお見舞いに行きます。お母さんより。え、じゃあ、巫女かなんかってこと？射液操ると危ないんじゃない？おー、測る。あれ？測る？今？あ、知らせと違うのか。わかる？あ、例のヒットポイント。はいはいはい。
ケーオッケー。まだなんかあるな。いや、そっちに部屋あんじゃん。こっちにもなんかありそう。照らせ照らせ。あ、たくさんの絵ね。クレヨンで描いた絵。下手くそだなぁ。何の絵か全然わからん。どうだ？いった！ベッドに座る窓か。いや、そんな幼くなかった今。うわぁ、精神病の人が描きそうな絵だ。先にこれを拾っとこう。写真？ああ、違うわ。ああ、めっちゃ見てるじゃん。よう、窓か。元気か。あ、手触るのね。え、消えた！死んだ？もう。生きるよ。二階看護日誌に。7月19日。本日報告事項1件。また207号室のあやこちゃんのことです。午後3時頃、まどかちゃんの泣き声が聞こえたので駆けつけると、飼っていたカナリアの首がハサミで切断されていました。うわぁ。なんかカナリアって聞いた瞬間そういうことがあるかなと思ったよ。あやこちゃんが血で汚れたハサミを持って立っていたことからも、あやこちゃんがやったことは明白です。いつものように注意しても笑うばかりで、まるで反省の意思は感じられません。善悪の区別のつかない性格と言ってしまえばそれまでですが、あやこちゃんのいたずらは度が過ぎます。まどかちゃんをはじめ、小児患者への悪影響が心配されますが、院長の意向もあって、特別、効果的な対策を打てないでいます。なるほど。特別扱いだもんね。うわぁ。幼い子供が描いたようなクレヨン画が貼られている。怖い思いをしたんだな、窓川。窓川にはちょっと優しくしてあげたいね。あとなんかあるよ。え？うわ。あやこ？あやこだね、これ。あの、綺麗なおべべを着てたんで。あやこだと思う。どこだ？青い。上かな？違う。これ？あ、これだ！やべ、鏡だよ、それ。うわ！いや、いる。今のは一体。こっちにいたよ、今。怖っ。これで全部かな。さて。はい。あやこに呼ばれる看護婦。行くよ今、一緒に行こうじゃ。ああ、やめ、うわあ、いや、看護婦？やられたな。え？そっち？いや、あやこの部屋。開くわ。よいしょー。絶対何かが起こる。違うか。ランゲスか。あの、いたずらっ子の部屋だね。っていうか、大人を引きずってたぞ。うぅ。怖いです。めっちゃロード入った。うわ、何それ。どうなってんの。なんじゃこりゃ。なんかね、アイテムあると。え？手？
人形かな。麻也子は人形使いだったのか。いたさあ、どこにいる。うわ、おお、そっからかい。ボス戦かな。うわ、あ、失敗。おいおい、よっしゃ、はい、どっこいしょ。もう一丁、あー無理か、3発までだな。あ、来た。えい。かわいい。すげえかわいい顔してるよ。来いや。うい。うい。弱っ。まあ、あれだな。ガキだな。所詮はガキよ。あ、まだか出てきた？あなた。違う。誰なの？あやこか。あ、首絞められるぞ。忘れた。首絞めじゃなかったのか、あれ。一緒にいるよ。人っぽかった。ああ、ここで終わりっぽい。悪い人っぽかったけど、昔すごい仲良かった子なの。で、あや子じゃないよね、今の。服的にも。うん。まあ、まだ謎ですね。はい。じゃあ、これで2章終わりかな。次から3章です。誰になるんでしょうね。はい。では、今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。